これわかるかな、薄いピンクね。こっちからでずっと線出てまして、これ線はこれ今カズヤくんつけてくれた、こちらインバーター、インバーターでいいの、はい、はい、プラスマイナスがありまして、わかるかな、肉眼ではめちゃめちゃ分かってますよ。はい、これついてる、ついてるな。これね、少々曲げてもこれいくんか、これ何がキュッキュ言ってるの、電極持ってるじゃん、ショートしたの、ショート見て、はい、ちょっとでも繋がっとったらいいんかな、どうかな、このぐらいなんやろって、ガーッと半分ぐらいもいってみようか、もうちょい行こう、で三角に切ろうか、こうですか、うん、はい、つけてみる、関係ないな、大丈夫ね、はい、それでは第1回目の実験これで OK で、続きましてはこれはこれでもうヘルメットに埋め込んでみます、何らかの形で。これでだいたいペーパーでちょっと平らな感じになりました。まあこんな感じです、光る下地、この白っぽいところが光る場所でね、はい、そしてこの時点で一回テスト、あのね、実はさっきテストしました、もう失敗失敗しました。これね、なんでかな、これなんでかな、これちょっと藤尾君ね、はい、はい、これねこっちです、失敗したの。こっちははっきり言って成功でした。もう成功の方からさっき見てもらいました、はい、成功こんな感じです。スイッチオン、オン、はい、オフ、オン、オフ、はい、こういう感じでこっちもこっちも光ってるんです、光りました。たださっきも実はカメラ回ってない時にこっちやったんですけど、はい、いきます、せーの、はい、はい、オフ、オン、オフ、はい、下ついてるんですけどこちらついてません、失敗です。この光のこの部分が多分断線してしまったんだと思います。僕たちがこれ FRP を巻きつけたり、その前に取れないようにと思ってつけてたエポキシのボンドがうまくついてなかったのかもしれません。それか間に流れ込んで絶縁してしまったのかもしれませんね。ですから光る EL シートだけを取り除いてもう一回貼り付けて FRP 処理で綺麗にします。はい、今からそしたら修理です。以上、失敗の巻でした。悲しいね、悲しい、ここまで長かっただけに悲しい。3日か4日かかってますから、はい、これもテスト仕方がないです。はい、はい、2日前に戻れました。多分これ治ってるはず。
一回これつけてみないとわからないので、逆に言うとこっちつくようになってこっちつかなくなってるとかいうことも悲惨なこともあるかもしれないので、行ってみましょう。はい、あーいいね、いいですね、いいですね、いいですね、あーいいですね、あーいいですよ。続き行ってみましょう。こちらには上少し寂しいかと思ったので、ちょっとデザインしてみましたよ。これは今からマスキング作ります。お願いします。ついてください。あ、ついたね。ついたね、こっちも。これすごいな。はい、これすごいな。これ昼間でも見えてるな。昼間でもこれ見えてますよ、これ。ここね、これね、これ夜光、夜光っていうか蓄光、うん、蓄光やな、はい、一回、これはもう暗いだけで光ります。これ電気関係ない、これ多分蓄光したんで、また消したね。うわすげえ。一瞬や、これはこれで面白いですけど、今回楽しみたいのはこんなことじゃありません。そう、行きます、うん、いいです、はい、はい、行きます。あ、おー、来た来た、あ、おー、そんなのもできる。10パターンありますね、これ。あー、パターン、これ電気つけとった方がいいんだな。これが常時点灯だな。あー、常時点灯、常時点灯。これでも、うん、もうやばい、不思議や。なんかこれなんか絵描くのが、映画描くときにこれ、はい、完成ですね。この後ろから見ましょう。こういう感じになる。これ、インスタ映えしますね。これ、すごいな。これ、見たことないんでしょ、これ。いや、これ、で、なんか色も、色ある色や。これ、やばくないですか？変わる感じやな。ちょっと僕変わってみていいですか。変わってこのバカさ加減を、バカさ加減がこれ伝わるかな、このバカバカ。これね、恥ずかしいっていうか安全ちゃう。安全は右に曲がります。左に曲がります。ハスいから、めっちゃハスいので、タンクに乗りましょう。はい、痛い、タンク乗ろう。タンクやったらかっこいいわ。ネットはいいけど、まあまあこれ衝撃映像ですよね。これで看板やもん。看板で、看板に置いていきましょうか、うん、はい、これで次のイベントを飾りましょう、うん。